おはよう。なんじゃその元気の、今日は何時の誕生日じゃったか。御年の祝令を今ここに迎え、あだ桜の命において何時が求めんとするもの、何時が願わんとするもの、明神のもと精神をもってその加護を何時に与え。うむ、こんなところか。これからも望むものを手に入れ、万事が順調にいく良き一年になることを祈っておるぞ。律令、呪言、直、具現化せよ、姿を残さ。神道の権限、幽玄なる雷帝、雷光意図美しきかな。何か面白いものは、これだけとは。早くわらわにも見せてくれぬか。このままではいかんの。遊んではいられぬ。さて、本気を出すとするかの。ふむ、あっさんたんたる結末じゃ。ふむ、遊びすぎたようじゃな。ここで止まれば、永遠は。その程度か。面倒じゃの。やっとわらわのことを思い出したか。面白きことをしに行くぞ。ふむ、何時からの誘いであればよかろう。ふむ、困ったの。昼毛は何を食べるとするか。近頃はずっと油揚げを食してきたゆえ、たまにはさっぱりとしたものが良いのじゃが。そういえば、しゃぶ行家の娘に久しく会っておらぬ。あそこへ行って、あやつの作った菓子でもいただくとしよう。今宵の月はなんと明るいことか。このまま何もせぬのは実に惜しい。わらわと一緒に月の下を歩かぬか。嫌とは言わせぬぞ。そろそろ床に着く時間じゃな。雷鳴も聞こえぬ夜ではぐっすりと眠ることもできぬ。やっとわらわのことを思い、直、呪言、姿を残さ。ここにあります。せいや、ふっ、はっ、はっ、せいや、
まさかわらわの好きな温泉があるとはの。遠慮なく使わせてもらうぞ。熱い温泉に浸かるという行為にはもとより汚れを浄化し心身ともに癒す効果がある。これに加えて静止の一つでもあればなお良いのじゃがの。この神社の配置にはなかなかのこだわりを感じるの。調度品の向きにそれぞれの距離、どれをとってもおかしなところはない。ふむ、こういったことに関して気を配るのが得意なようじゃな。おや、わっぱではないか。やっとわらわに会いに来る時間ができたのか。何か悩みがあるならわらわに話してみよう。わらわが喜、わらわが心を込めて何時のために答えるぞ。心配するでないわっぱよ。わらわはどこであろうとも慣れることができる。ここは確か仙人道店と言ったか。わらわの想像とはだいぶ違っておったが、なかなかに面白い。これほど広い空間を小さな壺の中に入れるとは。一見すると意識空間と似ておるが、それとは原理が全く違う。神社の宮司として様々な状況に対処するため、より多くの知識と力を身につけておく必要がある。それにわらわがこの術を習得すれば、抱えきれぬほどの酒と菓子をいつでも持ち歩くことが。何はともあれ、壺にいる間は何時の世話になる。よろしく頼むぞ、わっぱよ。おや、わっぱではないか。やっとわらわに会いに来る時間、何か悩み。おはよう。その血色から察するに、昨晩は良い夢を見れたようじゃな。状態も運気も悪くない。今日は何時が好きなようにやってみるとよい。何か意外な収穫があるやもしれぬぞ。早く休むがよい。若者は早寝早起きをするに限る。わらわはもう少し酒をたしなんだ後、2冊ほど面白い娯楽小説を読むつもりじゃが、もしや何時わらわのそばにいたいのか。